どこに行っても売り切れで手に入らない価格破壊の紙製品みたいなね、そういうイメージを持っていたんですけれども、ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は低価格でありながらその音質がやばいと噂になっております、こちらモツ M4 をレビューしていきたいと思います。口コミでの評価の高さと、半導体不足から来る、品薄状態が続くこの製品、発売は2019年の年末と、ちょっと今更感もあるんですけれども、今回チャンネルメンバーシップのメンバーの方に、こちらお借りすることができたので、噂のほどを検証するべく数日間がっつり使ってみました。今日は、このモツ M4 の、使用感、メインアウトの音質、ヘッドフォンアウトの音質、入力の音質について詳しくレビューしていきます。もしかしたら今まさに、このモツ M4、 そして、この M4 の回帰種である M2 の、入荷の連絡を待っているという方もいるかもしれません。待ち続ける必要があるのか、あなたにとってこの製品がベストな選択肢なのか、この動画を見ればわかります。ぜひ最後までご覧いただき参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まずは外観についてお話ししていきます。非常に高級感があります。で、見た目の割に結構軽く感じました。マイナスポイントは特にないかなっていうふうに思います。次に操作性、インプットの1、2に原因のつまみが一つずつ、そして 48V のファンタム電源のオンオフスイッチと、モニタリングのオンオフスイッチがそれぞれついてます。このスイッチの押し心地っていうのもすごく良くって、でオンオフの状態っていうのもランプの点灯ではっきりとわかります。で入力音とダウプレイバックの音のブレンドのバランスを調整するつまみが一つ、そして、大きなメインアウトのボリュームつまみが一つとヘッドホンアウトのボリュームつまみが一つです。で、この入力音とプレイバックのブレンドの調整つまみの下にはインプットモニターミックス3、4チャンネルっていうボタンがあります。これ押すとインプット3、4に入力されている音のバランスを調整することができます。すべてのつまみの動きが滑らかで程よく抵抗があり、動かしててすごく気持ちいいです。で指に触れる部分っていうのに細かな凹凸が施されているのも操作性の向上に一役買っているかなっていうふうに思います。操作性に関しても文句のつけようがないかなと僕は思いました。裏面見てみましょう。こんな感じです。電源のオンオフスイッチがここにあります。でオーディオインターフェースに電源のオンオフスイッチは必要なのか、ついてる方が便利なのかどうなのかっていうのは使い方とか好みによって感じ方変わってくるかなっていうふうに思うんですけれども、個人的には僕はついてた方が好きですね。なんかちょっと安心っていう感じがします。この M4 は4 in 4 out という仕様になっています。ですがその全てを自在にコントロールできるわけではありません。アウトプット1、2チャンネルと3、4チャンネルの出力端子っていうのはフォーンと RCA 2タイプ搭載されています。これ常にどちらの端子からも音声が出力される仕様になってます。なので、フォン端子の方にも RCA 端子の方にも機材をつなげば、同時に同じ音がそれぞれに出力されるっていう形になります。そして、ラインアウトっていう名前が付けられている3、4チャンネルのアウトプットに関しては、音量の調整をすることができません。常に、MAX の音量で出力されてるっていう感じですね。で入力は、4チャンネルあるんですけども、前面に、1チャンネル、2チャンネルありまして、後ろには、ラインインの3、4チャンネルっていうのがあります。で、これは、ステレオで固定されてるので、個別に、音量を調整したりすることができません。次に、機能についてお話ししていきます。この持つ M4 は、MacOS Big Sur と Apple Silicon Mac に完全対応しております。M4 にはコンピューターで本体の挙動を操作できるソフトウェアというものがありません。
最近のオーディオインターフェースって低価格のものでもコントロールソフトウェアっていうのが付属しているものも多くて、でそのソフトで、まあできることっていうのは機種によって様々なんですけれども、まあ設定とかルーティングっていうのをコンピューターから操作できるものっていうのが多いんですね。ですが、この持つ M4 そして M2 に関しては、本体で全ての操作を行う形になります。サンプルレートと、バッファサイズの設定のみコンピューター上で行うことができます。先ほど、M4 は4 in 4 out でも、その全てを自在にコントロールできるわけではないと、そういったお話をしました。入出力のスペックだけを見るとあんなことやこんなことできるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけれども、先ほど言ったようにインプット 3-4 チャンネルっていうのが、まあ、ステレオの設定で固定になっていたりとか、あとはアウトプットの 3-4、ラインアウトですね、これの音量調整ができなかったりと、まあ、意外と使ってみるとあこの使い方できないんだっていうようなことに、結構出くわすと思います。また、製品紹介ページでもアピールされているループバック機能なんですけれども、これは Mac で使用する場合、非常に限定的なものになります。これはまあルーティングの自由度が低いっていうことが問題だと思うんですけれども、ソフトウェアによってはループバックの設定を有効活用できないっていうことがあります。例えば DAW ソフトの Logic Pro や、配信ソフトの OBS などでは、このループバックの機能をうまく使うことができません。これ要注意です。そして、録音時の入力音のバランス調整が、つまみでインプット音とプレイバック音の、バランスをこうブレンドで調整していくという、方式なのは大きなマイナスポイントかなっていうふうに思います。一昔前までは、まあこの価格帯のオーディオインターフェースでこの仕様っていうのはスタンダードなものだったんですけれども、先ほども言ったように、近年では、この低価格帯の製品でもコントロールソフトウェアなどを使って、音量調整をすごく細かくできるものっていうのが増えてきていて、まあそのやり方に慣れてしまうと、この方式っていうのはやっぱりすごく使いづらいなっていうふうに思いました。最後に音質についてです。もうこれに関してはモニター出力、ヘッドホン出力、そして入力の音質ともに申し分ないと、自信を持って言えます。僕は今、メインでユニバーサルオーディオのアポロツイン X という10万円台のオーディオインターフェースを使っているんですが、アポロツイン X よりも僕は M4 の音の方が断然好きです。 M4 の方が音がいいっていう風に言い切りたい気持ちをもう頑張って頑張って抑えてこっちのが好きって言ってる、そういう感じですね。まあもちろん上には上があるので、20万円、30万円、40万円っていう風に、どんどんお金出していけばもっといい音質のオーディオインターフェースっていうのは手に入れることできるんですけれども、少なくとも同価格帯において、並び立つものはないんじゃないかなっていう風に思います。音の良し悪しっていうのは、好みと切り離すのがすごく難しいので、発言には慎重にならざるを得ませんが、まあ誤解を恐れずに言うならば、これより上の音質ってなってくると、まあ、10万円前後の製品じゃないと、ちょっと話にならないのかな、太刀打ちできないんじゃないかなっていうふうに思います。で、なんでそういうふうに言い切れるかっていうと、それはまあ先ほどもお話ししたように、同価格帯の製品と比べて、やっぱ機能面で見劣りする部分がすごく多いんですね。利便性に目をつぶって、そこをもう諦めて、音質に全振りしたっていうのが、この持つ M4、そして回帰種の M2 という製品なんじゃないかなっていうふうに思いました。いかがでしたでしょうか。この持つ M4、そして M2 っていうのは、レイテンシーをかなり小さく抑えられるっていうのも魅力です。なるべくお金をかけずにモニター環境を向上させたいっていう人や、ライブパフォーマンスでコンピューターを使用するっていう人など、とにかく出力の音質を上げたいんだと、そういう人におすすめのインターフェースなんじゃないかなっていうふうに思います。実際にこの M4 自分で使ってみるまではどこに行っても売り切れで手に入らない価格破壊の紙製品みたいなね、そういうイメージを持っていたんですけれども、実際使ってみると意外と尖ってる製品で、まあ、いいところも悪いところもあるよねっていう。で、価格にも納得かなっていう印象を僕は受けました。持つ M4、M2、購入検討しているという方、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。